こんにちは、花山さん。前回ね、自分の役割ということでいろいろとお話しくださいましたね。で、しっかりとね、中身の濃いものをまあちょっとある程度の時間をとってこう絞り込んでやるっていう発想もね、あると思いますよ。まあ私が思うのは、その本数を減らさずにそれをやった方がいいかなと思うんですよね。まだまだ足りないといえば足りないですからね。まあただどこを目指すのかにもよるんで、これがね、一概に言えないところですけども、私の場合はまだまだね、世の中に伝えなければならない情報とか人が気づいてないものがたくさんあるんで、まだ足りないなと。私のね、情報発信はあと10倍ぐらいしないと、もっともっとね、20倍30倍しないといけないなと思います。というのがね、情報発信者って少ないんですよ。極端に少ないんですよ。これずっと YouTube で発信するとなんかね、情報って溢れてると思いますけども、溢れてないんですよね。全然発信してる情報足りないんですよ。私の手元にある情報でもお届けできてるのって本当ね、数パーセントぐらいなんで、私という人間があと10人ぐらいいたら、これをね、知り得た情報のもうまだまだね、50%、60%、100% 届けていけると思うんですけども、まあなかなかね、私の情報ストックがどん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 在庫のまんま溜まっていく一方で、私が発信できてることってほんの一部でね、まだまだね、お役に立てるようなこととか、情報で人を救うこととか、気づいていただくことっていっぱいあるんですけどもね、いや、うまくいかなくってしょうがないなと思ってますね。だからこそ若い情報発信者にはものすごくね、私込める思いがあるんですよ。気づいてくれと、発信してくれと、もっと尖ってくれと、これを言わないと世の中の壁はぶち破れないと。いつまでたってもいわゆる既得権とか、もうね、古い世代の方、それこそね、70代80代の方が一部の権力を持ったがゆえにですね、その古い権力基盤で、物事を発信し続けてね、その70代80代の権力基盤を強化しているのが、なんとね、40代以上の人が多いんですよ。50代60代と年齢を重ねるごとに増えていきます。で、今ね、悲しい現実なんですけども、40歳を境にですね、40歳以下の選挙権を持っている人が総動員しても、40歳以上の選挙権を持っている人の、まあ、3分の1から4分の1にかなわないんですよね。ということは、これから若者がいくら選挙で頑張って世の中を変えようと思っても変わらない時代がこれからやってくるってことなんですよ。これ背筋が寒くなる思いがしませんか？変わらないんですよ。これからもずっとですけども、これからね、先の30年40年ある人じゃなくて、あと10年20年ぐらいの余生をどう過ごそうかなと思っている保守的な人ね、もう先のことを30年40年先の地球のことなんて関係ないよと、あと自分があと逃げ切ればいいんだよと、めんどくさい問題はもう自分が死んだ後に処理してねっていう方を中心に回っていってるってことだし、これからもそうなるってことなんですよ。ここに尖っていかないといけないんですよ。あのね、人生を終わろうとした人たちが、もう申し訳ないですけども、70代80代の方がね、これからね、なんかこう30年40年生きるとはとてもね、難しいと思うんですよ。じゃあそういう方がね、30年40年先のことを考えてくれますかと。子供たちが今ね、選挙権を持たないような10代の子供たちが、これから社会の中枢となるべき30代40代になった時にどう困るか、何が必要か、先人たちから何を受け継ぐかってことを考えてくれてますかっていうと、これはね、ないと思うんですよ。ほとんどないです。で、そういうふうな仕組みにもなっていますんで、これからね、本当負の遺産をどん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 押し付けられちゃうのが、10代とかね、20代の皆さんなんじゃないかなと思うんですよ。私はそこがね、ものすごくね、歯がゆいと言いますかね、少なくとも一人で稼ぐ方法ぐらいは伝えていけようと思います、ね、これね、今私よりも上の年齢の方にこれを声を大にして言いたい。これはね、実はね、20代の方とか特に言ってほしいんですよ。俺たちこれから社会に出ようとしてるのに、めちゃくちゃに壊れてるじゃないか、どうしてくれるんだよっていうふうに噛みついてほしいですよね。もっともっとね、どうやって、なんでこんなね、若者たちが自殺が多くなっちゃったんだと、将来に夢や希望が持てないのはなんでなんだと。よくね、40代50代の人は最近の若者は夢がないって言うけども、お前らの姿見てたら夢なくなるよっていうふうにもっともっとね、言っていかないと。歌に載せていくのもいいし、 YouTube で発信するのもいいし、なんかブログや Twitter に書くのもいいし、今ね、10代20代の方が何か足りない、何かもう満たされないという気持ちがあるとしたら、これは自己責任ではないです。そういう時代を作り続けた、社会をぶち壊していったかつての10代20代だった人たちのせいなんですよね。バブル、土地バブルを壊したのも誰ですか？IT バブルをこの日本の中に起こせなかったのは誰なんですか？
まあそういうことですよね。既得権が未だに残っていて、その既得権がいい方に働くんじゃなくて悪い方に働いた。そしてわけのわかんない消費税みたいなの誰がこの日本に導入したんだ、いい加減しろと。すべて若者たちが稼げなくなっちゃった、生きていきづらくなっちゃった、死にたくなっちゃった、これ誰のせいなんだとね。これは紛れもなくずっと30年40年と有権者で生きてきた人の自分勝手な思い込みとか押し付けなんだと思いますよ。だからね、最近若者は結婚しなくなったよねって言いますけども、じゃあそんな世の中誰が作ったんだよ、そんな世の中に俺たちを放り込んどいて、さあ出会え、結婚しろ、恋愛をしろっつっても難しいよと。少子高齢化誰のせいですか、俺たちのせいじゃないですよと。前の世代の人がしっかりとね、私たちのことを考えて社会を整備してくれなかった、もしくは整備したんだけども、その足りないところが私たちに負債となって出てるんじゃないですかということですよね。いや、これ本当にそうだなと思うんですよ、私いつもね。いまだに学校教育ってのは隠蔽体質、いじめ体質、もう姑息な体質なんですよ。せっかく意欲を持ってね、10代の頃から先生になるぞと思って、20代過ぎて教員免許を持ってね、配属されました、学校行きました、学校に行って、よし、これからは自分が学校生活でね、幼い頃小中高大と築いてきたこの学校の制度を変えて新しい時代の学校を作るぞっていうふうにね、新任の教師が言っても、そこに渦巻く既得権益と隠蔽体質、いじめ体質がそれをさせないわけですよ。本当にね、そんなね、閉鎖的な空間の中で、それはね、学校行かなくなりますよ。引きこもっちゃうよ。面白くないんだもん、閉鎖的なんだもん、いじめ体質なんだもん、隠蔽体質なんだもん、学校が、ね、そうなってくると、じゃあもうね、高校行かなくてもいいや、もう中学でも途中で出ちゃおうみたいなことになっちゃいますよ。要するに環境を整えてないんですよ。あの、生徒さんが環境を整えるのは限界がありますよ。お金もないしね、知識や経験もないし、人脈もその学校の中にしかないわけですよ。じゃあその学校を環境整備するの誰なんですかと、地盤整備するの誰なんですかと、教育委員会どういうふうになってるんですかと、ね、文部科学省どうなってるんですかと、こういうことをね、いろいろと今までなおざりにしてきて、で子ども庁とか作ろうとしてるわけですよ。もう冗談かと思いますよね。本当ふざけてるなと思いますよね。私も本当にね、なんかこのもうぶん殴ってやりたいですね。こういうのすべてぶっ飛ばしてやりたい。本当ね、ひょろいのが集まってね、内地へ絞ってお偉い議員さんが集まってね、この程度のことしかできないと思ったら本当ふざけてるなと思いますよね。いやもうね、あの北海道旭川の問題もそうだし、日本全国にね、いじめによって亡くなってしまった方、これ全ての責任は子どもたちになるんじゃなくて、その空間を作ってる教員とかね、学校の管理者とか、これ教育委員会とか、ああいうところに私はあると思います。じゃあそうじゃなかったらどこにあるんだって話ですよね。確かにね、学校の先生大変な仕事をこなしてると思いますよ。だからといって生徒の問題をほっといていいわけがない。だってそういうことを改善したくて先生になってるわけですよね。国語算数理科社会を教えときゃ先生の業務は終わりっていうふうになっていってるわけじゃないんですよ。当然学校の先生になればね、顧問もあるし、副担任もあるし、家庭訪問しなくちゃいけないとか、いろんな業務があるってことを認識して、そして新しい時代の教育を作るために入っていってるわけでしょ。なんでね、大学まで出て職に困るようなね、自分の収入が上がらないような人間作っちゃうんですかってことですよ。どうしてくれるんだって話ですよ。もう取り返しつかないですからね。しまいには奨学金まで受けさせて大学行くみたいなね、奨学金を使わないといけない大学な、そんな大学なんて潰してしまえばいいんですよ。もうね、学びたい人だけ行けばいいわけですし、まあなんかね、言いたいことは山ほどあるんでこの辺にしときましょうかね。で今回ね、花山さん、あの、私が若者だったら今言ったようなことで噛みついていくと思うんですよ。そのための情報発信もするし、そのために奮い立っていくと思いますよね。で私はそのね、あの、特に学校が好きとか嫌いとかって感情ないまんま、っていうか授業にあんまり出た覚えがないのと、私は学校に何に行ってるのかって言ったら、学校にはね、人が集まってるんで、そこで威張りたくて行ってたわけですよ。はっきり言いますけども、小学校の頃から行けば
自分の子分ができる、自分のグループができるんですよね。でそこで幅を利かしてですね、似たような大山の大将をやってるやつとたまにね揉めてとかっていうのが、それをやりに行くのが私の学校での暮らし方だったんですよ。だからね、今と同じですよね。今も速稼塾っていうのを作って、その速稼塾っていうグループが、まあ、私のね家族みたいなもんなんですよね。この家族は何としても勝利に導いていきたいし、何としても問題を解決してもらいたいし、で何としてもね仲良くもなってもらいたいと思いますしね、希望を叶えてほしいと。その反面、この家族に調和できない人間は破門というふうな形でね、のっぱらに叩き出すことも厭わないわけですよ。やっぱそれはね、その番長グループっていうのがありましたけども、やっぱ裏切り者とかね、組織の内部に不和をもたらすものはやっぱしばいていかないといけないところもあります。だから内部に対しても厳しいし、外部に対してもとんがっていくしね、戦っていくし、そういうふうにして自分の住みやすい世界、そして自分を慕ってくれる人を大切にする世界を作っていくのが、まあボスの役目だと思うんですよね。まあボスというか、最近ではボスじゃなくてリーダーっていうふうになれって言われましたけども、私はまあボスでいいと思うんですよ。ボスっていうのはね、結局組織の内部に対しては支配的な力を、まあ使うんですけども、ただね、上納金を集めるためにやってるわけじゃないんですよ。なんかね、対外的にものすごくね強い力が振りかざしてきた時に、自分が傘になってあげて守ってあげるっていうんですかね、身をさらしてあげるということだと思います。それが私の考える義理人情であって、私の、まあ、生き方の中央を貫いてるんですよね。強い者には強く出てね、弱い者にはやっぱり優しさをっていう感じですかね、施しとかね。ただその代わりやっぱこう威張らしてもらうというね威張らしてもらうけども、抑圧するつもりは全くなくってね、だからその辺は、あれですよね、なんかね、なんでしょうね私も今家族を変える身になって、やっぱりどう家族を鍛え上げようかなと。そのためにはやっぱり辛い目にも見てもらわないといけないし、ただ最終的に骨を拾うのは私だって覚悟はできてるし、家族の中で犠牲者を出すって言われたら、私が真っ直ぐにそれを飛び込む覚悟でいるんですよ。まあそれがだから生きるってことなのかなと思いますしね。まあなんか全然わけのわかんないところに話いっちゃったんで、ちょっと整理しましょうか。尖ってほしいっていうのはそういうことですよ。自分たちが恵まれないのは自分の自己責任ではなくて、スタートラインでもうすでにレース上フィールドが壊れた状態だと。昔踏み荒らしたやつがいるだろうみたいなところはちゃんとね切り込んでいっていただきたいかなと思います。それがね若者にできる特権ですよ。これね30代とか40代になってしまうとね、いやお前らも社会作った責任あるだろうってことになって、もうね前の世代の人の責任はできないんですよ。それはね単なる泣き言になってしまいます。まあ若い方ね、10代の方から見ると30代も40代も50代も60代も70代も全部同じね敵対するグループなんですよ、ね、だから学校の先生って20代ぐらいで担任になるんですけども、生徒から見たらえらい年寄りなんですよ。もう仲間にはなれないような敵なんですよ。で先生というレッテル貼る、大人というレッテル貼られてしょうがない人たちなんですよ。なのにまだ20代のね教員始めたばかりの先生たちとかっていうのは、なぜかね自分たちは若者と一緒になってくれるはずだっていうふうに信じちゃってるんですよ。全然違いますからね。そういう気持ちがさらに腹が立つっていうね、そんな疎外感を植え付けるんじゃないかなと思います。まあ、ですんでね、やっぱりねもっともっと尖っていかないといけないし、もし自分たちが尖られる年代に入ったんだなと思ったら、若者の気持ちを汲んで一緒にね戦っていかないといけないんですよね。自分の内なる組織に対して。内なる組織は何かっていうと、30代以降の世代ですよ。30代から80代90代、そういったすでに若者のフィールドを踏み荒らしている世代だという自覚が必要になってくると思いますよね。はい、それでですねちょっとテーマ変えますけども、これね不平等とか不公平っていうテーマにちょっと切り替えてお話しさせていただきたいと思うんですよ。私は不平等や不公平は生まれた時生きている間に当然のようにあると思います。当たり前にあります。だからね不公平だっていうふうにね言う人いますけども、あ当たり前やんと。じゃあその不公平に対してお前は何をするんだってことなんですよ。我々は何をするんだってことなんですよ。不公平だ不平等だ、だから何とか改善しろっていうふうに不平等や不公平を鳴らしてもしょうがないんですよ。というのはね、不公平や不平等って偶然できたものもありますけども、人為的に作られる分もあるんですよ。だから特権を持つとかね、まさにリーダーになるとかボスになるっていうのは意図的に不平等を作り出してるわけですよ。で最近で言うとね
オリンピックの話題あるでしょ。でオリンピックは全ての人が平等でとかなんとか言ってますけども、待てと、アスリートはみんな平等ですかと、意図的に不平等を作り出してるでしょと、これは悪いって言ってるんじゃないですよ。だって平均値の体力よりもえらいね高いレベルにいる人、誰も追いつけないような金メダルとか銀メダルの境地に行くのがオリンピックじゃないですか。どう不平等なんだって話ですよね。平等なんだったら絶対に1位を作るなよって話じゃないですか。金メダル上げるなよって話じゃないですか。私たちと同じ体力で甘んじてくださいっていうのが平等でしょ、うん、だから意図的に不平等を作り出してるのがオリンピックとかアスリートって世界で、それはねやっぱりね人々をこう勇気づけたりとか、なんか別の方面で頑張ってみようかなっていうふうに励ましてくれるもんではあると思うんですけども、一言で平等とか不平等っていうのとはちょっと違うかなと思うんですよね。まさにオリンピック終わった後も新しい平等や不平等は作られてますからね、うん、オリンピックによって協賛を得た企業とそこに漏れた企業、大きな格差できますよ。その企業に勤めてる人の格差もできますよ。で格差があるから、だからこそね、這い上がるたびにもしかしたら、まあうちは裕福じゃないけどもちょっとねスポーツで頑張って一発一攫千金狙ってみようかなみたいな、そんなルートが見えるのかもしれませんけどもね。はい、じゃあ次のテーマね、不平等とか不公正とかこういった不条理についてお話しいただければと思いますけども、いかがでしょうか。